こんにちは、おしゃぎです。今回はトーテムシャーマンです。ツアーガイド2枚、失敗作2枚、彫刻のダトーテム製2枚、肉食の魚群2枚、ステレオトーテム2枚、深淵の融合体2枚、彫刻刀2枚、怒りのトーテム2枚、リミックストーテム掘り師2枚、大トーテムアイソア1枚、バックステージの用心棒2枚、石膏1枚、ロットギル1枚、音殺しのマガサ1枚、指定寄りのもの2枚、風の王のサクソフォン2枚、ギガントーテム2枚。という構成、これは、ウーリンさんかな。今月レジェンド上位に到達したというトーテムシャーマンです。で、基本特徴はその名の通り、トーテムを中心としたシャーマンで、音響目次録のカードは、まずこれ3マナ3にリミックストーテム掘り師、これが自分の手札にある間毎ターン追加効果が変化する。で、追加効果はこちらの4種類になってます。で、次は4マナ4号バックステージの用心棒挑発雄たけび、味方の身に置いた絵をこれのコピーに変身させる獣。次は5マナ5号音殺しのマガサ雄たけび、カードを5枚引く、引いた呪文は相手に与える。ほとんどミニオンの構成なんでこの効果と相性いいね。で、最後は6マナ34風の王のサクソフォン疾風、自分の色がミニオンを攻撃すると基本的な攻撃力体力を33にする。なので除去としても優秀だし、単純に相手の顔を叩いても強いと思います。新カード入りのシャーマン使いたかったんで試してみたいと思います。プレイの方どうぞ。はい、バリーラー、とりあえずツアーガイドいいかな。これでいっか。指定寄りのもののコストは下げれる。お、役に立つか、サクソフォン。あ、いいね。怪盗紳士。あ、リミックストーテム掘りし、マナカードいい。アイソア、アイソアにしとく。ここが終点で。オッケー。次なんだ。ジュークボックスか。おい。え。強い。アイソア死んじゃうか。泥棒プリ。ダ、トーテム製。あー。じゃあジュークボックスでいっかな。陣兵出るけど。で、球根はできそうだ。アタック、球根はトーテム3体か。よし、手札使うな。結構つけられたの。お、鉛。あー、まあ組み合わせ使いたいよな。球根終わってくんねえかな。アクソフォン役に立つか。どっちも6マナなんだよな。でもモーションベルト当てる。お、あー、アイソア2枚来た。とりあえずいっか。とりあえずね、これは発見したアイソアだから。あー、ここ、2回3点ダメージ。早くね。ああ、よっしゃ、あんねん。バックステージ、そして2回目のアイソは強いな。全体バフだろ、自分以外プライチは。攻撃力も乗ってる。デートリサイド、ランダム敵のミニオン一体。え、アイソアが。マジ。アイソア取るのは違くねえか。ジャムセッション。まあ、リーサルだよな。リーサルだね。大丈夫でした。オッケー。熱い。一瞬で、ボード展開できた。意外と打点出るもんな。顔でも6点出るし。うん、強い。はい、グルダン。お、ステロートーテムいいけど、まあ変えるか。お、サクソフォン魚群ね。まあとりあえず234でいいかな。魚群とも相性いいんだけど、ステレオ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 いいか。魂吸収、とりあえずいいか。冒涜ダブル冒涜。はい、ポイントいいんで、はい、
除去全部切ったって感じだろうな。冒涜ない。いやーここまでいけないか。打倒テム。これならいけるか。クソフォ見せない方がいいか。オッケー。こっち。バカい。15。ああ18か。結構。取って。押しとく。ダーク&ラッシュ。ああはリーサル。じゃあだ。オッケーオッケー。持っといてよかったかな。まあどっちかリーサルなかったから、後持ちでよかったかな。はい。はい。愛想が強かった。はい、オーロック。グルダン。グルダン。恐怖の神髄を解くと知るがよい。深淵より。いや悪くないんだけど。とてもハリシはいいか。あ、石膏ね。お。いやこれちょっと取っとくか。マナシオ。このコンボは強い。あ、挑発い。インプギャン。使うか。とりあえずジュークボックスで。ボトム。で、1-1。あ、シナジー。で、石膏でもいいし、地底寄りのものでもいい。広場して。どん底。ああ、嫌がる。じゃあ石膏でいっか。一旦全部処理したいです。アップ。来た。マロケだ。ああ。あ、とりあえずいっか。とりあえずこれで出る。あっきのはナインパン。リーサルどうだ。リーサルある。リーサルあるよね。サクソフォン強い。あ、今回サクソフォン大活躍会じゃなかった。マガサ使う前に終わっちゃうな試合が。使いたかったんだけど、もうまとめに入ってる。あ、サクソフォンがこの構成だと強い。はい、ということでトーテムシャーマンでした。新カード中でも風の王のサクソフォン大活躍だったんで良かったと思います。リミックストーテムホリシも良かったな。音殺しのマガスはちょっと使う機会なかったね。使いたかったんだけど、その前に試合終わることが多かったです。で、先生はこんな感じ。8勝4敗でした。はい、いい感じでした。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。